という1841年、舞台上から許可なく、国王に誓願をした角で6ヶ月間の、国外追放となったオーギュスとブルノンビルが、旅先のイタリアで見た光景から着想した物語を、帰国後に、バレー化した作品である。初演は1842年3月29日に、デンマーク王立劇場で、ニールス・ダブリューガーデ、エドバルド・ヘルステッド、 ホルガー・シモン・パウリ、H.C. ロンビの音楽、ブルノンビルの振り付けにより上演された。初演を見た、童話作家のアンデルセンは、ブルノンビルに当てて、デンマークバレエ界の詩人と賞賛の手紙を送ったと、いう。その後、数回の改訂を経つつ、現在でもデンマーク王立バレエ団の貴重な、レパートリーとして上演され続けている。 日本でも2009年の来日公演の際に披露された。なお、第3幕のパドシスは人気が高く他国のバレエ団でも商品として取り上げられている。この作品の音楽には複数の作曲家が関与している。第1幕と第3幕はヘルステッドとパウリ、第2幕の青の洞窟の場面はガーで、 第3幕のタランテラの後に続く終局のギャロップをロンビが作曲した。第一幕のペポがジェンナロの悪口を言うシーンにはロッシーニのセビリアの理髪師からアリアが引用されており、また第2幕にはフランソワ・ユベール・プルームが作曲した当時の人気曲ラメランコリーが含まれている。舞台はナポリ・サンタルチアの港。カフのベロニカには 一人娘のテレシーナがいる。美しく気立てのいいテレシーナには、ジャコモとペッポという二人が言い寄っているが、彼女の心は貧しいが、働き者の若い漁師、ジェンナロの元にある。ジェンナロとテレシーナは、僧のフラアンブロジオに施しを与え、フラアンブロジオも二人に祝福を与える。内心面白くないジャコモとペッポは、 ジェンナロの悪口を人々に言って回る。テレシーナとジェンナロは連れ立って海へと漕ぎ出すが、突然の嵐が二人を襲う。ジェンナロはテレシーナを見失ってしまい、命からがら港へと逃げ帰る。ベロニカをはじめ人々は皆ジェンナロを責めるが、ただ一人フラ、アンブロジオだけが彼を力づけ、聖母、マリアのお守りを与える。 フランブロジオの言葉に勇気づけられたジェンナロは、テレシーナを探しに再び海へ出る。CF クリステンセンによる、大二幕、青の洞窟の舞台スケッチカプリ島の青の洞窟。洞窟の中には、海の王、ゴルホと、海の生たちが住んでいる。テレシーナは、溺れ死んではおらず、海の生たちに救われて洞窟に運ばれてきていた。 ゴルフォはテレシーナの美しさに魅せられ、地上に戻りたいという彼女の願いを知り添けたばかりか、かえって記憶を奪い、テレシーナの姿を海のせいへと変えてしまう。ジェンナロの青の洞窟へたどり着くが、海のせいになってしまったテレシーナには、彼のことがもはやわからない。万作尽きたジェンナロは、聖母マリアに救いを求める。 聖母の力はテレシーナにかけられた呪いを解き、二人はナポリへの帰路につく。ナポリ近郊、ビルジヌさん。ジェンナロはテレシーナとベロニカを伴って、祭りに現れる。死んだと思われていたテレシーナの姿を見て、人々は悪魔の仕業だと恐れをの,のく。しかし、フランブロジオが二人を弁護し、この奇跡は聖母の力によってもたらされたものだと説明すると、 人々は素直にそれを受け入れる。フランブロジオは二人に祝福を与え、人々も祝縁を始める。ベロニカ、ジェンナロ、そしてテレシーナは祭りの賑わいに送られて家路に着く。ありがとうございます。